おめえなんて人間じゃねえ、おめえなんて人間じゃねえ、おめえなんて人間じゃねえ、おめえなんて人間じゃねえ。皆さんこんにちは、石井正則です。今回はですね、先日お届けした写真の保存用の箱とかのお話とヘッドホンのお話、この動画雑談 Vlog お辞録として実は3ネタお話ご用意してたんですけど、全部つなげてみたらめちゃくちゃ長くなったので、実は1ネタ省いておりました。それがすごい長くなっちゃったんですよ。それがですね、自作サラダチキンの作り方です。前回の生配信の時におつまみとして僕は自作サラダチキン用意したんですけど、その生配信の中で作り方の動画一応撮っといたんで、今度お届けしますねって言ってたんですよ。でしっかり実は撮ってて、そしたらそれがすごく長くなっちゃったんで、それを全くこれだけで一つとして、今からお届けしたいと思います。でその前後の前振りと後振りも撮ってたんですよ。それも含めて長くなっちゃったんで、そのあたりからご覧いただきたいと思います。もう本当にまったりとしたおじろぐになっておりますけれども、最後はですね、先日の生配信の時に、まあいつもね、だいたい金曜日の夜に1週間お疲れ様でしたでみんなで乾杯しましょう、このコロナの時期にっていう生配信をよくやってるんですけど、その配信の時にいつもおつまみ用意して、僕は今日こんなおつまみ用意します、皆さんも好きなおつまみでみんなで飲みましょうみたいな感じでやってるんですけど、その時に自作のサラダチキンを作ったんですよ。その作ってる過程を撮っときますんで、後で動画であげますので見てくださいねって、生配信お越しいただいた皆様にそうご説明させていただいたんですけれども、その簡単にできる自作サラダチキンの工程、こちらをご覧いただきたいと思います。皮は取ってます。味が染み込みやすいようにこうやってやって、よくフォークで穴を開けていきます。ただほんと皮むいて程よい大きさに切って、でよくこうやってやって穴を開ける、それだけですね、やることは。で今回は2つの味を作ろうと思うので、それぞれジップロックに入れます。よいしょ、はい。でここに味付けを していきますね。まず一つは、これは割とね定番で僕やってます、ウェイパーですね。はい、これをもうほんと適量ってやつですよね。結構いつも目分量です僕。まあ作り終えた後、まあ食べる時に味を変更したりもできるので、でこれ入れちゃいます。こんな感じです。でちょっとやっぱこうウェイパーって粉っぽいというか、こうなっちゃうじゃないですか。なので料理酒を入れます。もう目分量です、いつも。はい、でしっかりと空気抜いてこうして、でちょっとこう日本酒でこのウェイパー自体をちょっと崩すというか、なじませるようなぐらいの量を入れるぐらいです僕は。はい、もうちょっと入れてもよかったかな。もう毎回これアドリブなんで、まあ場合によっちゃ、あ、じゃあ今日入れようかな。味にインパクトということで、胡椒ちょっと入れたりとか。ね。今日もうちょっと効かせていいんじゃないのとか、こう人によっていろいろあると思うんですけど、僕も本当その時その時の思いつきで入れるもん違うんで、本当何でもできちゃうんですよね。はい、まあこんな感じ。もう一個の方はというと、これに挑戦しようと思います。今回初挑戦です。鍋キューブね、こんなあるじゃないですか。こんな入れちゃいいんじゃないのっていうね、思いつきです。今日思いつきました。こういうのってこれ1個で完全うまいじゃないですか。
だからこれをもう入れちゃう。これだ。まあでもこれもちょっ とやっぱ溶けた方がいいのかなという感じをイメージされる方は、料理酒だ。白ワインとかでもいいですよね。いっぱい入れすぎちゃった。白ワインとかでもいいかもしれないですよね。でこれも結局、ボイルするので、その温度で溶けてきますから、こいつが。はい、なのでこれこのままでちょっとあえて行ってみたいと思います。ちょっと空気抜きました。でさあお湯が沸けてきました。これお湯沸かしたら火を止めてください。火をかけたままだとこのジップロックが溶けちゃいます。なので沸騰した火を止めて、これ2つ入れます。はい、で蓋をして目安3時間です。目安3時間です。目安3時間です。はい、でお肉の大きさにもよるんですけど、これぐらいのカットだったら3時間ぐらいでいけるんですが、まあ、とりあえず僕は様子見で1時間半でスタートします。ではちょっと自作サラダチキンを作っている間にもう一つ実験してみたかったことをやってみたいと思います。クリームチーズです。このクリームチーズが結構以前もお伝えしたんですけども、ちょっとだいぶ残ってないですけど、結構いろいろなものを混ぜても美味しいんですよ。以前はサバ缶とかね、サバ缶とクリームチーズ合わせるとすごく美味しいっていうことをお伝えしたんですけど、これは江戸紫というコンビの磯山くんが、やってる YouTube チャンネルで紹介してて、で作ってみたら美味しかったんですけど、で今日はねちょっとクリームチーズが少ないこともあるんで、ちょっと少なめのクリームチーズで実験的に作ってみたいものがありまして、で今日何を合わせるかと申しますと、こちらです。じゃじゃん、福神漬けです。と思われる方もいるかもしれませんが、この茶色いタイプの福神漬けですね。これ美味しいじゃないですか。なんかやっぱ赤いやつにもちょっと甘みがある感じというか、これをちょっと入れてみたらどうなるかなっていう実験をしたいんです。以前これネットで見て僕前作ったんですけど、こういったタイプの福神漬けとポテトサラダ、コンビニに売ってるやつ、それを合わせるとすごい美味しいっていう記事を見て作ってみて美味しかったんですけど、実際で今回はこのクリームチーズいろんなものと合うからやってみようと思ったんです。でこれコツ、もうこれ分かってるんですけど、クリームチーズ結構硬いからこういったものを混ぜるの難しいんですよ結構。でも福神漬けってちょっとこうおつゆがあるじゃないですか。これを少し入れてあげることでより混ぜやすくなる状態を作るね。ほらこの汁気によって混ぜやすくなる。で味も染み込むと思うんですよ。さあどんな感じになるでしょう。なんか色はすごい鮮やかな感じですけどね。あれ何のモード撮ってんだっけ今。あ、これもしかしたらブリーチバイパスか。ブリーチバイパスだとこれめっちゃシックな感じになるかもしれないですね。まあもうブリーチバイパスで始めたらブリーチバイパスでいきましょう。ちょっとシックな映像に、なぜか料理映像なんですげえシックっていう、謎に映画的っていうね。まあそれももうよしとしましょう。でほらね、やっぱり汁気があるとだいぶいいじゃないですか。かなりやっぱねこう混ざりにくいんですね。でこれがさらにね、本当はだから少し冷蔵庫から出して溶かしとくとやりやすいんですけど、それでもやっぱりまあそんな なんかベタベタしてるというかそういうものなので、結構しっかり混ぜ込まないといけないです。もちろんね今目分量でやってるし、今日初めてやることなんで、これちょっとどうなるかもう全くわからないんですけど、なんかサンドイッチの中に入ってる卵みたいになってきたな、色の感じとか雰囲気は。まあちょっと実験ということで少なめに作ってますけど、だからすぐなくなっちゃう量ですけどね、食べちゃったら。だいぶ混ざってきましたね。うん、いい
感じじゃないでしょうか。ちょっとあんまりね、こう今の状態はあんま綺麗な感じじゃないですけど、ちょっと味見してみたいと思いますね。あ、なんかやべ、ほんとエテルナブリーチバイパスめっちゃシックな絵になってるじゃん。何この渋い料理、激渋になっちゃった。味見します。あ、うまいです。うまです。これは酒のつまみにバッチリだ。いい。さあ1時間半が経ちまして、はい、ご覧くださいね。さっきのお酒入れたのがね、効いててだいぶ火が通って、あの溶けてきてます。どちらもね、ただこれだとまだ1時間半なんで、だいたいね、やっぱね、3時間っすね。3時間で、あとこの段階でお湯はもうやっぱ特に冬とかぬるくなっちゃってるんですよ。なのでもう一度このようにして沸かします。沸かし直します。半分の1時間半で。さあ沸けてきましたね。でまた止めます。そんでまたこれを入れますね。ちょっとね、やっぱだいぶ冬はこうお湯が冷めるのが早いですから、しっかり中までね、あまり火通りすぎてもね、このサラダチキンらしさがこうパサパサしちゃうんで、でもこのジップロックでこのスタイルでやると、そのパサつきがとにかくないんですよ。それが特徴なんで、ここからまた1時間半でしっかり火を通したいと思います。いや、ちょっとびっくりしましたね。結局これ作ってて味見しないまま生配信で食べて味を確認したんですよ。結論から言いますと、鍋キューブで作った自作サラダチキン、大変に美味しかったです。これは超簡単にできるんで、本気でおすすめです。まあ、その大きさに対するキューブ1個の量っていうのがちょっと難しいところかもしれないですけど、あの一般的にコンビニで売られてたりするサラダチキンの大きさぐらいがちょうどいいと思います。それをこうフォークで刺して、おめえなんて人間じゃねえ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 っつってガス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 刺して、それでそれをジップロックに入れて鍋キューブ1個ポンと入れて、でその鍋キューブが溶けるようにと料理酒か白ワインをちょっと入れる。まあそれも本当にその鍋キューブが熱で溶けるお湯になった時にその溶けるぐらいのほんのちょっとの量でいいです。それでもう沸かしたお湯の中にジップロックごとつけといてっていう作り方です。とっても美味しくできました。ですから鍋キューブが自宅にあるという方は簡単にできますし、そしてもちろん安くできるサラダチキンね。で味付けももちろん自由自在ですし、なんかあのハーブ系のものをバーって入れたらハーブになりますし、あの生姜のチューブとかニンニクのチューブとか入れればそっちの味に寄せることもできますし、で鍋キューブ使う場合はベースの鍋キューブをキムチ系のやつとか、鶏パイタンとかなんか豚骨のやつとかいろいろあるじゃないですか、そういうのに変えればまた違った味も楽しめるということで、まあね、サラダチキンは大変にタンパク質が多くてヘルシーでいいって言われてますから、人気のあるものですからね。それを家で自作で作れたらね。で、生配信の時もそういうコメントくださった方いらしたんですけど、結構凍らせて冷凍にして保存もできるらしいんで、でそうなってくると結構こうコストコとかみたいなとことかだったら、業務用スーパーみたいなとこだったりしたら多い量で売ってるじゃないですか、安く。だからそれでもうちょっと時間があるときにいっぱいサラダチキンこうジップロックにいろんな味のタイプの形で作って、とにかく火止めてほっとくだけなんで、あの時間はかかるとはいえ他のことしてられるっていうタイプのものなので、とても楽にできます。ぜひとも作っていただきたいと思います。そして冷凍しておけばね、1個あたりの単価も安くできますし、でいろんな味を作って楽しめる。で鶏ハムみたいなイメージにもできますし、ちょっとレア感強いと鶏ハムっていうような表現に近い感じになるかと思います。まあね、調教算を考えたらね、しっかり火通して冷凍するがいいんだと思うんですけど、でシンプルな味付けにしといて、そうやってこうやって切って鶏ハムのようにこう並べて出す場合、最後に何かこうブラックペッパーかけてみたり、あとね、
ラー油をねピャ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 ってかけるとあのバンバンジーっぽくなります。はい、ですからベースの味付けをああいう形にしといて食べるときにいろいろアレンジするそういう手もあると思いますんでね、こちらぜひともお試しいただければと思います。さあ今回は前回のね生配信でお伝えしていた動画をきっちりお届けしたいということでお届けさせていただきました。今きっちりと言いましたけれども実はまだ他にも作っておりました。はい、動画の中でね生配信の時には出さなかったメニュー一品作ってたんですけどあれも、今度の生配信の時に、ぜひともお届けしたいんですけどさらに別のものも作ってました。それに関しては次回の生配信でお届けできたらいいかなぐらいに思っております。まあここでぶっちゃけで言ってきますと全然美味しくできなかったんですよでもねそれはそれでネタとして面白いんでただまたそれも入れると長くなっちゃうんで、改めてそれは次回の生配信に合わせてかなそのあたりでお届けできればなんて考えております。僕には珍しいレシピ系動画みたいな感じでしたけど皆様いかがでございましたでしょうか。よかったよという方はぜひ高評価そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手は石井正則でした。バイ。